こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ウィーニングポスト9 2021、ライブ配信始めていきたいと思います。今回はいよいよ2007年を終了、馬の入れ替えをして2008年へと突入したいと思います。ツイッチで配信を行っています。ツイッチ、のチャンネルアカウントにぜひご訪問ください。アカウントフォロー、チャットコメントもぜひお願いします。ツイッチマイライブビジット&アカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。この動画は2日後の29日21時頃に、YouTube にアーカイブアップロードする予定です。プレミア公開いたします。その YouTube チャンネル Twitch のチャット欄に記載します。ぜひご訪問の上チャンネル登録、動画の高評価をお願いいたします。 This ライブアーカイブアップロード、My YouTube チャンネル 2days afterYouTube チャンネル、サブスクライブド&グッドボタン、プリーズ。また、X、旧ツイッターのアカウントを持っております。こちらもツイッチのチャット欄に記載してますので、ぜひアクセスの上、アカウントフォロー、リツイート、ツイートのいいね、お願いします。プリーズ X?アカウント、ビジット、リツイート&グッドボタンプリーズ。では始めていきましょう。ウィニングポスト9 2021。さてと、もう全部使い切ってますね。そしてローテも決めてます。有馬記念が行われます。4頭天野が出走、虹ブリッジ以外みんな印ついてますね。早速行ってみましょう。海外です。マティスブラザーズマイル。天の着歌一番人気。これ G2 ですからね。105か。決して安心できる状態ではない。ダイジェストいきましょう。サンタニタ競馬場 G2。3歳限定マティスブラザーズマイル。芝 1600m です。最終コーナーをカーブして、どうでしょう、もっとまんまだが、残り 200m、日本と世界、意地のぶつかり合い、勝てそうですね。一気に切ります。2番手はアラン・プラックネル、天の着歌、強い強い天の着歌、圧勝ゴールイン。2着はアラン・プラックネル、3着にデルクチェンジ、天の着歌、見事な勝利です。海外の馬にも引けを取らないその実力を遺憾なく発揮してくれました。海外は初かな。海外遠征つくと嬉しいんですが、つかないよな。 G1 取らないとつくないのかな。アメリカンオークス天の小泉です。一番人気132、ダントツですね。110を言っている馬はいませんので、これは勝ってくれるんじゃないかなと思います。1枠1番、素直に先手取れそうですね。レースです。サンタニタ競馬場、3歳 G1、牝馬限定、アメリカンオークス、芝 2000m です。こちら、アメリカのサンタニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはドラマチョイス、ジャックスペクタキュラー。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してジャックスペクタキュラー花に立ちます。その後ろからはドラマチョイス、
この馬も上がっていく構えです。さらには天の小泉、9番ベリーアライブ、その後ろ先手を取ったのはジャックスペクタキュラー、これに続くのがグラブドネスサキン、少し開いてガンエクセラー、ジャイアンツハウンド、すぐ後ろその外にマックスワールド、ストリーミングキャリコー、そのうちに続いています。並んで3番アメリアパリス、その外からタイトル、すぐ後ろにソングラインコレット、内からは3番手につけますね。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、最後方にセルフインフィニティ、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭から6番ジャックスペクタキュラー、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、これに続いてグラブドネスサキン、好位置をキープしています。天の小泉、黄色の帽子、ジャイアンツハンド、その後ろその横にベリーアライブ、すぐ後ろにガンエクセラー、その隣にマックスワールド、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭は依然としてジャックスペクタキュラー、グラブドネスサキン、ほとんど差がありません。さあ3番手に天の小泉、絶好の手応え、先頭に躍いねます。このまま逃げ切れるかどうか、日本と世界意地のまだ持ったまま追い出した。天の小泉、余力は十分か、さらに勝ったでしょう。2番手はブラックドネスサキン、天の小泉、強い強い天の小泉、横綱相撲でした。2着はブラックドネスサキン、3着にベリアライブ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました天の小泉、まさしく日本が世界に誇れる馬です。前半6連勝、東京大賞典です。天の小泉登場、1番人気、前年数が2番人気。クラブ馬の凱旋門員が3番人気となっております。他に振り要素も出てますね。1番人気お気持ちや先行策ですが、デゼンシー差し行ってみましょう。レースです。大井競馬場 JPN1 東京大賞典、クレのダート王決定戦です。ダート 2000m です。こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。フリーオーソー4スタートを切りました。ウィナーズスターダッシュがつきません。ダッシュよくフリーオーソー行きました。続いて前へ行くのはアルドラゴン、さらにはサンタフェミナガワ、5番凱旋門員、その後ろ先手を取ったのはフリーオーソー、大きく離れました。天のデゼニシー、並んで9番名称闘魂、後ろからの競馬になりました。天の気持ちいい、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。このあたりで各馬第一コーナーに入っていきました。すぐ後ろにアンドゥーオール、その隣にチャーマースリープ、最後方にウィナースター、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。 G1 馬フリーオーソー依然として先頭、2馬身から3馬身のリード、少し離れてアルドラゴン続いています。サンタフェミナガワ、それに続いています。緑の帽子天のデゼニシー、その後ろ、すぐ隣に凱旋門員、天の気持ちいい、後ろからになりました。その外から各馬とも似たような位置にいますね。中段です。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然としてフリーオーソー、先仕掛けていくのは気持ちいいか。いや、デゼンシーだ。3番手天の気持ちいい、 B 位置です。さあここからどうか。デゼンシーが先頭です。さあ気持ちいいとデゼンシーの争いだが、デゼンシーが抜け出した。ちょっと凱旋門員は遅れている。天のデゼニシー先頭、先頭は天のデゼニシー、1着でゴール、2着は天の気持ちいい、3着にプリオーソ、やはり中央の馬が強かった。勝ったのは天のデゼニシー。デゼニシー最後まで強いですね。デゼニシーは7歳か、もうさすがに引退でいいだろう。気持ちいいはまだ4歳ですからね。
さあ阪神カップです。片野松健1番人気、天野ハリポタ2番人気、天野想定愛さあ4番人気となっております。本誌本命は天野ハリポタか片野松健と人気は分け合ってますね。想定内天野田園か、あ浅草田園か、前行く馬が多いですね。これをどう見るか、松健ペースだよな。差しでちょっと勝負してみるかハリポタ。ダイジェストいきましょう。阪神 G2 阪神カップ芝 1400m です。さあいよいよ直線の攻防、素敵新助くん先頭、外から片野松健残り 200m を追加して、先頭は変わって片野松健、2番手は浅草田園片野松健、片野松健が勝ちましたね。2着は浅草田園片野松健、見事な勝利です。実を制覇しました。想定内が3着、ハリポタは5着か。ハリポタはまあ引退ですね。想定内もまはまだ走れる。マツケンキッザーレベルがアップ、展開のあや、そしてハリポタです。壁になったのをさばききれずにって言ってますね。まあ本来先行馬なんですが、差ししてしまった影響なんでしょうかね。さあホープフルステークスは王権ブルースリーが登場です。頑張ってもらいましょう。オーケーブルースリー8番人気か、人気ないですね。ディープスカイだ、無印オープン、まあ新馬勝ったばっかりの馬だからな、いきなりはちょっと厳しいってとこでしょうね。まあディープスカイかな、やっぱり先方変えられますが、ちょっと追い込み多いから差しで行ってみるか。中山直線は短いですからね。ダイジェストいきましょう。中山 G1 ホープルステークス2歳限定芝 2000m、 来年のクラシックを占うレースとなります。4コーナーをカーブして、さあどこだブルースリー、あーバグに沈んでるわ。残り 200m、 一気に後続がやってきた。サブジェクト抜けた、一気にディープスカイ、ここでようやくディープスカイ並んでゴールイン。1、2着争いは接戦になりました。わずかにサブジェクト体勢有利。あディープスカイじゃない、ディープスカイなんと11着大敗。一方オーケンブルースリーはいいとこありませんでした、10着です。本当ですね。さあ有馬記念です。1番人気天野たまちゃん、4番人気までを独占しています。天野アイポッドも、そんなに差がない2番人気となっております。遊戯王虹ブリッジですね。で先方です。わすごいな、アイポッパーとかいろいろ印がついてる。さあ、タマちゃんが差しか、まあ、先行有利だからな。
遊戯王の iPod 一つずつ上げてみましょう。遊戯王はこれが引退レースです。レース、ただね iPod おかしいな。あ、でも収支的にはこれタマちゃんダントツなんだ。 iPod 菊花賞もジャパンカップを取った馬なんですけどね。すごいな、24億以上稼いでた。まあ遊戯王も28億稼いでますからね。レース行ってみましょう。年末の今年1年の競馬の総決算、 G1 有馬記念中山競馬場芝 2500m で行われます。天野の馬は4頭、1番人気から4番人気までを独占。果たして、勝つのはどの馬なんでしょうか。いよいよ今年の G1 もこのレースで終わりを迎えます。今年1年ターフを沸かせたスターホースたちが冬枯れの中山競馬場に集結。遊戯王ニジブリッジは引退レースになります。夢のグランプリ有馬記念の発走です。さあ最後は大外枠の天野玉ちゃん、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。さあ先行争い、祭りだゴッホ前に行きそうです。天野アイポッド、それに続いています。スイープポーション、 iPod 先行策を取りましたね。前の方から天野アイポッド先手を取りました。その外から祭りだゴッホ、エルサイレンス、そのうちに続いています。少し間が空いて名将サムソン、内からはテンマインゴッド、黄色の帽子デルタブルース、その後ろ。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過しています。思ったほど以上にペースが速いような気がする。天野玉ちゃん、内からはスリーシューズ、ポップロック、すぐ後ろ。その隣に天野虹ブリッジ、すぐ後ろにスイープ東証、並んで8番ウォッカ、その横にアイポッパー、その後ろからは天野遊戯王、すぐ後ろにドリームジャーニー。この辺りでタマちゃん3番手ですね。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。しんがりからオリーブ風船、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。12番祭りだゴッホ、レースを引っ張ります。天野アイポッド、前走に続いてここも連勝なるでしょうか。さあジャパンカップ馬ですからね。現在先頭です。タマちゃんそれを見るように、これに続くのが名将サムソン、並んで栗色の馬体エルサイレンス、その外にスリーシューズ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はまだ12番祭りだゴッホ、天野アイポッド、ほとんど差がありません。3番手に天野玉ちゃん、絶好の手応え、天野玉ちゃん B1 です。さあ内からストカー来る。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあアイポッドが先頭に立ちましたが、4コーナーをカーブして、さあこれからです。三冠馬同士意地のぶつかり合いだ。残り 200m、 後続を完全に引き離した。 iPod か、やっぱり天野 iPod 先頭だ。天野 iPod 強い強い。天野 iPod 圧勝ゴールイン。強かったですね最後まで。三着に天野遊戯王、これが絶対王者だ。天野 iPod 菊花賞ジャパンカップに続きまして連勝街道止まりません。天野 iPod ウィニングランです。4馬身差です。日ブリッジ以外はだけは残念でしたね。 G1 7連勝、もう総連勝となっております。日ブリッジ さあこれで今年の競馬も終わりです。よく買っちゃいましたからね。まあそれでもプラスですが、うん、勉強がやっぱり前に来てますね。はい、
奇跡か。凱旋モバゲーな。父はガルチとなっております。トラル対決。お、アマノアイポッドとスリーシューズ。これ日本ダービーか。三冠馬になりました。アマノアイポッドです。ミスプロ系、SS 系ですね。それで切り替え。誰が勝ったのかが見えます。欧州です。キンシャサの奇跡とか、勝ってますね。そして、これがアメリカ。ここも結構あの天野の馬勝ったりしてます。BC はすごい、あの今年の BC は大収穫でしたね。もちろん、はい。ニュータン雫。お。2つを除いてみんな取れてますね。で、これデルタブルースにやられたのが痛いな。タマちゃんが敗れてしまいました。そしてホープフル。サブジェクト。なるほどね。あ、強いな、サブジェクト、普通に。まあ、でも、それ以外はみんな取ってますからね。見れば分かる通り。柴さんと本田さん、おー、両方と、馬主も生産者も取ることができました。サブジェクト、の基本独占となっております。さあ、ディープインパクト2連覇でしたが、引退後、まあでもこの馬しかいないんだけどな。ですよね。2位キンシャサオキセキで、3位は以下なし。9戦9勝となっております。金ひっきり山の世界に花。
トマイヤムーンも選ばれております。ストリートセンス撮ってる。さあこれは何だろう、ディナン・トーマスなんかな。金車さんは春秋スプリント制覇。あの小泉はフランスオークスですが、これだけやったら取れないでしょうね。ディナン・トーマスかな。あ、なんかタップダンス誌が撮ってたんですね、 かつて。そうですね、やっぱりディラン・トーマスでした。とりあえず、ゼゼニシはもういいでしょう、さすがに覚醒とはいえ。なんでだろう、なんでだろう、もうまあ頑張ったんでここまでですね。ナルトはまあナルトも残念ながらここまでです。テルはうんまあ引退、ハリポタも引退となります。でニジブリッジも引退ですね。ビフォアフも衰えたって言われてますが、まあ、ビフォアフも引退。結構引退馬多いな、こう見ると。で、猫返しも引退させます。以上かな。あともうこれ以上走らなくていいでしょうっていう馬が1頭いたような気はするけど、なんだっけ、7歳馬はないからな。あとそうだ、あの引退させないといけない馬っていうのがいるんだ。ダイヤメジャーもですね。ダイヤスカレットはまだです。ゼニアとはまだですね。キッシャサもまだ。以上かな。金引きではまだだしな。ただ金引きであとどのぐらい元気続けられるかですね。 iPod はまだまだこれから。世界に花は勝ちまくりましたけどね。14勝でもまだ来年までは走ってもらいましょう。牝馬の場合ちょっとこれからの極戦なんかもそうですけど、繁殖人生考えないといけないんだけどな。でも極戦も引退でいいかな。ちょっとやっぱこれ以上の活躍は望めなさそうな気がする。何もはないな。遊戯王、宝塚を取ってるのか。何勝 ?13 勝か。ちょっとやっぱり50戦できたけど勝ち身遅かったよな。これも金の像だ。ナルトはどうか。
8勝上げてるんだけど銅の像にとどまるんですね。ってことはもしかしたらこのウィーポに関してはでも何勝上げてるんだ、地方を除けば。チャンピオンズが一緒だから地方ばっかりだな。マクトゥームで2勝ウッドフォードで3勝。あーでも3勝だったらどうにもならないから3プラス 2.5 の 5.5 ってことだろうな。だから銅にとどまったと言えるんじゃないかな。これも銅ですね。4勝です。チャクルマの場所とダービーでもなかなか勝てなかったんですよね。秋天マイルは良かったんだけど、アドマイアムーン9勝です。 BC ターフを制覇した。柔軟戦しかやってないですけどね。まあまだまだこれからだったと思う。なんで遊戯王乗馬なんだ、ありえないだろう。天のエースと天の見直しが守護馬引退となりました。あ、着歌が多い、いや回線読み以外で売ってんのか。つなぎエースサークだもんな。まあ順位もなかなか高いですね。繁殖の中では成功した部類じゃないかなと思います。見直しは129位、それに比べたら全然うまくいってない。ようやくランク上がったばっかりなのか。代表サークは特にいません。短距離を得意にしてましたが、どうせよサニー・ブライアン、スキッパーウェイ、スタンボ・コジニ、ミジュライアン、ラムタラも引退か。ダントツですね。まあ売らないといけないですけどね。繁殖牝馬4頭となります。4頭分つまり売らなきゃいけないということですね。さあ、ダイワメジャーがとアマノデゼンシーとアマノ遊戯王がフルの1500万。アドマイアムーンはそこまで行ってない。サイモンズシューズ系非根幹距離、どんな馬がいるんだ。コーペガサスなんかそうなんだ。オンワード系ですね、この辺は。スターホークとか。テレグノシスもそうなんだ。あ、マノキミストリーですね、この中で関係してるのは。天のカリスマ、天の想定内がいます。
このトルネードあたりもか。いいえ、いいえ、いいえ、はい、5株、いいえ、もちろん買います。ないなぁ。フラワーパーク？フラワーパークってあのフラワーパーク？なんで海外から購入できるんだ、フラワーパークが。これはいりません。アラムシャとかいるけど、買わなくていいでしょう。6頭売却しないとダメみたいですね。ソイティビットってや、このディクタスもう売却でいいか。チェンチコバ、チェンチコバってどんな名前だったっけ。年齢見てみよう。年齢高いな。あとスプカーレットブーケ、新興ラブリーあたりか。新興ラブリーって何を作んでんだ。マザーウェル、多分これ以上いい馬は生まれないんだろうな。あと3頭、返してどんな成績だっけ。スピードは落ちるんだよな。でも極戦打っちゃおう。千と千尋ってどうなん。正直微妙かも。バイモーション日本に戻して、あと馬の中でちょっと高くついた馬を売ってもいいかな。天然あたりを売ろう。あれ？あ、違うわ。日本のは逆にクラブにしないといけないんだ。悪くはないけどな。大隅遥かかな。大隅遥かもクラブか。
熊野ドレミあたりかな。ホーファームにもらえていきました。さあここも大量に売らないといけない。あんまり迷うことはないと思うんで、しっかり売っていきましょう。パーマーかな。ダンスインザダーク、若い馬ね。なんかどれ打っても構わないや。ちょっと種付け量の安いもんを売ろうか。あとラスカル鈴鹿あたりか。かな。ポッポヤどうなんだ。サンクは全然。アーニングインデックスは低迷してますね。で日本のまあ一頭クラブにしよう。12頭売却してしまった。あ違うわ、実質は8頭だ。売却はパーマーダンスインザダーク、八村さんが新人調教師。さあ引退。あ新人は内パクがいる。おお、三浦康生だ。三浦康生の奥さんって誰だっけ。特殊演技賞34歳は早すぎんじゃないの。なんでだろう。内パクはちょっと楽しみだけど、三浦を育てたい気もあるんだよな。さあ、と26頭。まあ、まず、ブエナビースタは決定だろうな。そして、シーツバーと当選上段、ブラックキャビア、ラベリータがいるが、クラブ。当選上段がクラブ入り。みたいな感じだろうな。トライアンフマーチ。
ラドラータ、ラベリータも見たんで、戦場だ。こんな感じかな。ってことは、あと8頭ですね。洋服の中では。あ、でも、この中で言えば、あ、ちょっとラベリータが入ってくれてるか。あと、場面を決めるのも結構めんどくさい。というところですね。うん。フーズ旅、これか。超大物の風格。さあ、ちょっと場面を入れるにあたって、ちょっと2007年の、ブーブーマを探さないといけない。2007年、東京マラソンがこの年は開業された。赤ちゃんポスト、あ、別にが、これは、別にが、あったのはこの年ですね。サージレイカ。モネーブーム。モネーブーム？モネーブームか。そこまで爆発した気がしないんだがな。ホワイトプランってこの年だっけ？さ、サヒンバでエアトゥーレあたりで、凱旋別にでも選んでるよ。凱旋別に、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 いいんじゃないでしょうか。これで、行きましょう。これはクラブ、あ、クラブで、しかも足毛なんで、買ってくれるかもしれない。ホワイトプランが白プランだな、まあ、うん。白プラン。でもそこまで、ホワイトプラン当時使ってたけど、1年遅いんじゃないのかな？ 2007 年だっけ？ホワイトプランって。ソルマルガールはクラブ行きですね。凱旋白プラン。
凱旋しろプラン、凱旋しろプラン。かわ、はにかみ王子、懐かしい、石川ですね。はにかみか、はにかみはまあオス馬で、そんなに走る馬だったら入れていいんじゃないでしょうか。ラブマシーンかな。ラブマシーンで行こう。ラブマシーンはこれか。天のハニカミ。天のハニカミ、なんか天のハニカミ、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 ハニカミ、天のハニカミ、天のハニカミ。うん、これでいくか。入球どこ入れるかですね。森さんはお数馬の方がいいな。森村さんはどのぐらいいや、まだですね。森村さんは本田さん行きましょう。そんなの関係ない。小島よしおですね。おっぱっぴーですね。おっぱっぴー。おっぱっぴー。一発屋ブームだから、早熟タイプつけたいですね。そこで。でも男の馬だよな。凱旋オトパッピ、凱旋オトパッピ、凱旋オトパッピ、凱旋オトパッピ。凱旋オトパッピ、凱旋オトパッピ。凱旋オッパッピ、凱旋オッパッピ。なんかうまくいかないですね。なっちゃん、これは何だろうな。まあ、なっちゃんだったらまあまあ走ってくれるんじゃないでしょうかね。ファインモーションとか、日本人のしきたり分からん。
ダイヤモンドパールの年だったんですね。あ、もう千の風がブームだったんだ。千の風はなるべくオス馬につけたいが、ルーズ旅でももうこれカーファインモーションか、ルーズ旅かな。片の線の風、うん、いいんじゃないでしょうか。どこに入球するか。みないさんってどの、みないさん、みないさん、これで4頭か、あと6頭ですね、投入できるのは。あとなんだ、俺小袋のつもみってなんだ。ラブソースイートは全然知らん曲ばっかりや。旅立ちをミスチューを旅歌知ってるか。あ、レコ大小袋のつもみなんだ。じゃあいい曲なんだろうな。ルーズファインモーションの方につけるか。これもあれなんですね。クラブ場なんですね。天のつぼみ。オス馬だから陸地さん、三上さん、これであと5頭。清志のソーラン節っていうのは優先対象でですね。やっかの邦画はヒーローですね。ヒーローか。ヒーローもオス馬っぽいよな。サドラーズギャルかな。天のヒーロー。うん。なめくギリギリの枠を狙おう。さん、あと4頭か。とオールウェイズは続編か。ダイヤモンドパールってダイヤパールだな。武士の一文、懐かしいな、恋空。アンフェア。
あ、東京タワーもこの年なのか、アカデミー賞。パイレーツ・オブ・カリビアンか。ワールド・エンド。パイレーツ・オブ・カリビアンってこれは、完結編なんだ。でもすごくヒットしました。硫黄島、スパイダーマン3、レミーの美味しいレストラン。難しいな。華麗なる一族、花より団子、派遣の品格、派遣品、プロポーズ大作戦、花盛りか。花盛り懐かしいな。あと、のだめのアニメもこの年だったんだ。JC が作ってたんだな。でものだめ、華麗なる一族か。でもなんかオス向きだよな。でもオスがもうほとんどネタ切れなんだよな。進行ラブリーあたり、ファストフレンドか。凱旋華麗なる、凱旋華麗なる、凱旋華麗なる、凱旋華麗なる。凱旋華麗なる、凱旋華麗なる、凱旋華麗なる。礼の方を強調しよう。凱旋華麗なる、凱旋華麗なる、凱旋華麗なる、凱旋華麗なる。で、花盛りをちょっと入れよう。牝馬のそれなりの順番のところに入れよう。なっちゃんかストームソングか、トゥーザビクトリーかな。トゥーザビクトリーだな。天の花盛り、天の花盛り。これは森キッシュで、なっちゃんはこれは I my sunset ってなんだったっけ。行くでガンス。まともになったらあかんた。持ってけセーラー服だから、ラキスタだ。ラキスタ、そうだ。クラナドの第1期もこの年ですね。アマノラキスタ、天のラキスタ、天のラキスタ、天のラキスタ。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 モニキュー社。お、
天のなっちゃん私にとっても思い出深いとなってますね。さああと2頭です。華麗なるガリレオとかこの年か、ドロロもこの年なんですね。ドロロは女の子だからドロロはいいんじゃないかな。ストームソングってあったっけ？6700万か。凱旋恋空、凱旋恋空。ウィンドインハーフや06。まあ走らないわけじゃないからこれはもっとこう。これがドロロかな。天のドロロ、天のドロロ、天のドロロ、天のドロロ。うん。森永さんって何歳だ？ 46 歳か。じゃあ言えましょう。あと1頭ですね。谷のシスターとシアマゾン。まあ入れるとしたらシアマゾンか。マルガール、シアマゾン。
鶴丸があるわ。天の声空、天の声空。ちょっとあの関係値が低い。で若い調教師へときましょう。青島さん、さこれで16頭ですね。太陽シスター男です。ダイヤパールってまだ、あ、凱旋恋空だか。恋空はダメだ、名前を変えないといけない。ドロロもやってるからな。どんだけとかもありますね。あ、ビリーズブートキャンプもこの年なんだ。あとそのまんま東なんたらかんたらだっけ。まあでもあるあるの捏造発見。かごわい、喫煙。辻ちゃんと、杉浦太陽が結婚。太陽、芸名は太陽なんだけど、確かに読み方が違うかったような気がするんだよな。ニカ名字、あと力士暴行事件とかはあるよな。ニコ動スタート、同感力、ネカフェ難民、大食い、朝昼、ニコニコ動画も4位行くのか。あ、初音ミクってこの年なのか。じゃあまあ、今10頭だよな。恋空をちょっと名前変えよう。初音ミクでもいけるよな。
天の初レミク、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 天の初レミク。うん、いいんじゃないかな。では、OK です。さて、残りはまあみんな、クラブはですね、決まってない、まあそんなにないな。バッピーとかやばいな。まず、谷のシスターからか。当初は売りましょう。まず桃天然も売っていいよな。牝馬だ、牝馬じゃないから売ろう。そしてブロードアピール、これもスピード的にはちょっと厳しいな。うろ。エアトゥーレ。エアトゥーレは裏の子。ハイビジョンビデオカメラ。顔認識。トプタン、ゆとり。ナイスボートもこの年なんですね。千の風ってあったっけ。いや、千の風はあるでしょ、さすがに。あるよね、さすがに。で、千の風、フラワーオブラ、ジャニーズ系ってようわからん。旅立ちの歌はまあいいとしても、ダイヤモン、うん、ダイヤパールってつけてたっけ。まだつけてないな。あ、まあしゃあないか。パールってなんだっけ。パール、真珠だな。強引。凱旋ダイヤパール、凱旋ダイヤパール、凱旋ダイヤパール、凱旋ダイヤパ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 ル、うん、
手にあうロンバケ06武士の一文から凱旋武士一文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 ニクロディクタス06アンフェアもあったな。続編ばっかりなんだな。トランスフォーマーぐらいか。オーシャンズ30とかぐらいやもんな。鈍感力ぐらいか。凱旋鈍感、凱旋鈍感。あと3頭。2頭か、全2頭とも牝馬です。牝馬か。スケダンとかスタートしてるんですね、この年に。あとビリーズブートキャンプ、ウィーンもこの年なんだ。キッザニア、ミッドタウン、フランスパン工房、レギンス、メガマック。なんか男っぽいもんばっかり流行ってんな。ニコニコにしてもビリーズブートキャンプにしても。でもビリーズブートキャンプっているんだよな。どんだけぐらいかと。候補者落ちるもんな。とてっこの辺りこれファッションだけやもんな。アルゴア、千の風は超有名だもんね。クソモビル。ニコドー、あ。ピクシブって
この年に開設してるんだ。この花、ハヤテのごとく。アインストールもこの年なんですね。フェイトステイナイト。いや、わからんな。ニコ動はいるんじゃないかな。あ、オグシオとか、そうだ、オグシオとかあったな。凱旋オグシオ、凱旋オグシオ。お尻かじむし、ひもの女。デトックス、デトックスってこの辺からか。不都合な真実、ダイス系、ハンカチ世代、モンスターピアレント、可愛がり、強制、友達だな、還元水、いろいろあるんだけどな。なんかやっぱ男っぽいものがちょっと多すぎるよな。千の風になってなんて絶対ね、あれ しなきゃいけないし、タミフルとか赤服の偽装もこの年だよな。パンプも確かに入り始めたよな。ゼンマイ倒し、ピアノの森、懐かしい。大振りもこの年だな、そういえば。大振りって前年かもしれんけど、まあいいや。凱旋大振り、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 凱旋大振り。こんな感じかな。線の風あるんだ。天のニコニコ、天のニコニコ、天のニコニコ、
天野ニコニコ。じゃあこれで終わりにしましょう。はい、お3棟ですね、売却はまあまあの値段で。出たんじゃないかな。そうか、でも売れないやな。10円。さあ、金杯ですね。ランクアップ。海外の新知人たちとバカンス。お、かわいい。セシルネウスさんだ。クリアハートちゃん、誰だったっけ、エイジザフランって。どうする、アメリカは全 G1 制覇を目指す。クリアハートってジョッキーなんだ。欧州か。虹もらえるんだ。はい。この人誰やっけ、樫本さんか。住宅って建てられんの？超貸している。建てられない、建てられないよ。ちなみにこれどういう効果があるんだろう。牧場スタッフを多く雇えるようになる。これなら従業員厩舎を増やしたいよね。牧場スタッフを多く雇えれば嬉しいもんね。たまちゃんは今年が多分最後かな。
キンシャサ出んのか。ちなみに淀川ゆい子って騎乗できるんだっけ？できない。ジュピターまだ3勝なんですね。調子は上がってきてるんだが、あと2勝。クーターでも海外出したいな、ここまで来たら。芝もダートをこなせるが、距離が長いんだよな。小泉は勝ち続けてる。ああ、端を上げたからか。だから共同記念でいいのか、もう。線の数は1300から2400の芝。さあ、勝ってる知人は2人ですね。まだ当選上段、トライアフマーチと。
なっております。お二枚ネクスト、福寿草ステークス天の稲バウアー一番人気、これは勝ったでしょう。ダイジェスト、京都一生クラス福寿草特別芝 2000m です。第4コーナーをカーブ、稲葉は勝ちましたね。2勝目。いいえ。あ、そっか、視線決めてないか。中山金杯、天の桜登場です。しっかり勝ってもらいましょう。1番人気。クラブは凱旋リベンジもいます。グリグリですね、天の桜。負けられない。ダイジェストいきましょう。中山 G3 日刊スポーツ賞中山金杯芝 2000m です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。凱旋リベンジ先頭、残り 200m を通過して、さあ桜届くのか。意地を見せる。あ、いい背足迫る天の桜、抜け出した。なんとは勝った。1着、2着にはどうやら凱旋リベンジ、これが世界の実力だ。天の桜凱旋リベンジも2着に入りました。お、キザレベルアップ。お、新しい調教師。さあ京都金杯です。ちょっとこれは飛ばします。気になり、私気になります。スノーフェアリー CB ワールド、ゲームオンデュードだ。これ結構走りますよ。スノーフェアリー、スノーフェアリーすごい実績ですね。サンクは、サンクは1頭のみか。だから走るとしたらもう現役としての実績でのみですね。スノーフェアリーは。 CB ワイルドは、出ない。ゲームオンリュード、これはすごかったですよね。実績これ主な種母馬なったんでしょうね。いや、千馬なんで種母馬にはなれません。サラフィーナあたりもいいな。
凱旋門賞では敗れてしまったんですが、ブラックヒルを生んでるのか。あ、でも、まあ、そんなに走ってるわけじゃないですね。輸入はされてるけど。わからん、やめとこう。さあ、京都記念か。出してみましょう。マクトゥームなんたら、で、イナバウアーが、お、武豊鞍上をかぶっちゃってるね。なるほど、フェイトの方を譲ろう。やってみろ。要短距離ステークスですが、まあ、これは飛ばします。新山記念オディールクラブ馬ですね。一番人気ダイジェストいきましょう。京都 G3、日経スポーツ賞新山記念芝 1600m です。さあ直線に入りました。これからの勝負、オディール先頭、内からマチカネスワロー、外からエナジーエイブル、あと 200m 先頭はオディール、外から一気に突き抜けるか。エナジーエイブル、エナジーエイブル、差し切った。エナジーエイブル、エナジーエイブル、1着2着はオディール、見事に勝ちました。エナジーエイブル、オディール、わずかの差で勝利を逃しました。さあ4頭うち香港2頭か。金車さんの奇跡も登場です。お、アフェクション系、それ天の玉ちゃんがアフェクション系ってことか。
これですよね。さすがにちょっと時期がひよってる。ハードに調教していこうというのか。ですね。お、凱旋別にが UK ラインに変われましたね。サージでエリカ効果。アモート強子はラベリータを買いました。もう一頭の足毛キャプテントイレを下に当たります。ん、何これ、何系とかあるんだ。で、オッパピグとかドンカンブシーチューは全然売れてないですね。まあ売れてないならそれでいいや。キンシャサの奇跡と iPod は140ですね。最上位チャンス。はい、ということで今回はちょっと短いですがここまでですねとなります。はい、見ていただいてありがとうございました。今回ツイッチで配信を行ってきました。ツイッチぜひ、今後ともライブ視聴ツイッチを基本に行いますので、ツイッチ見てください。
アカウントのフォロー、チャットコメントなどもぜひお願いします。ツイッチライブウォッチ&アカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。今回の動画は2日後29日21時頃にプレミア公開で YouTube にアップいたします。 YouTube のチャンネル登録、高評価、動画視聴ぜひお願いします。 This live、YouTube up Two days after YouTube My channel Subscribed and good button Please、X 旧 Twitter もやっております。 Twitch のチャット欄にアドレス記載してます。ぜひアクセスしてください、リツイート、アカウントフォロー、いいねボタン、ツイートへのいいねボタンもお願いいたします。 X、ツイート、ツイッター、アカウントビジット、アカウントフォロー&リツイート&グッドボタンプリーズ。ウィニングポスト9 2021、ライブエンドサンキューということで、ウィニングポスト9 2021ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。